ディナーディオジャパンさんは昨年の東京インターナショナルオーディオショーで久しぶりの出展ということになりましたけれども、改めてこの動画を通してディナーディオジャパンさんについて教えてください。弊社の創業は2003年、創業後ということになっているんですが、ディナーディオのブランドを取り扱いを始めたのは1992年なんで、ちょうど今年でこの業界に入って30年っていう形になります。はい。ディナーディオのブランドについてどういう理念ですとか音作りの特徴なんかもぜひ教えていただきたいんですけれども。そうですね、はい、ディナーディオの音作りの一番の理念っていうのが、やはり自分で音楽を解釈しないっていうことを繰り返し、メーカーの人間は言ってます。もうありのままの音楽をそのまま再生するっていうのを一番に考えて、まあ、よくディナーディオの音って何だよ、何なのっていうふうに聞かれるんですけど、まあ、自分も最初にディナーディオに行ってディナーディオの音ってどういう音なのって話をしたこともあるんですけど、それと向こうの人間はディナーディオの音なんていうものはないよと逆に言う感じですね。とにかく自分たちの音を解釈しないでありのままの音を出すっていうのがディナーディオのポリシー、これはもうずっと変わってないところです。その他にも一応お取り扱いブランドとして別のブランドもあるんですよね。そうですね、はい。スタートはディナーオーディオだったんですが、はい、その後いろいろ縁があって少しずつブランドお預かりするブランドが増えてきました、はい。まあ、ただディナーオーディオジャパンっていう名前があるんで、はい、スピーカーについては他のブランドは、取り扱ってないんですが、はい。アンプメーカーを2つほど、はい、今預かって日本で、ディストリビューションを行ってます。はい。でその一つが、まあうちが確かあれは、2007年に取り扱い開始した、アトール、フランスのアトールっていうブランドですね。はい。こちらはエレクトロニクスメーカーでスピーカーは作ってないんですけど、はい。こちらのメーカーは比較的新しいメーカーなんですけど、ノルマンディのブレシっていう町で、はい。創業されたアンプメーカーです。はい。で創業の理念は、手頃な価格の真のハイエンドを、誰もが手に入れられる真のハイエンド商品を作るっていうのを理念に会社を創業したブランドになります。これももううちで取り扱いを開始したのが1年7年なんで、もう皆さんどこかで見たり聞いたりしたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、非常に手の届きやすい価格帯ではあるんですけど、はい、非常にこう品質のいい、またデザインも非常にシンプルなんですけど、はい。フランス的な、ちょっと優雅さもあって、はい。今非常にこう人気が出てきているブランドになります。はい。こちらのメーカーは設計開発から、生産まで全部その創業の地であるノルマンディのブレシっていう町の自社工場で、はい。生産してます。あまり聞き慣れない地域だとは思うんですけど、はい。ここからだいたい車で30キロぐらいの地点には、ね、はい。世界遺産のモンシア・ミッシェルがすぐ近くで、非常に風光明媚な、はい。工場も小高い丘にあって、非常にこう景色のいいところに工場がある、はい。会社になってます。こちらで作っているのは、ダックアンプ、CD プレイヤーと結構いろいろスピーカー以外は多岐にわたってまして、はい。日本に全部入れてるっていうわけじゃないんですけど、はい。大体現時点で36モデルぐらい、うん。全部ひっくるめるとモデル数があるんで、はい。非常に多彩なモデルから選択できるような、はい。メーカーになってます。はい。もう一つ弊社で預かってるブランドがありまして、はい。これはカナダのシモオーディオ社でというメーカーなんですけど、はい。社名はシモオーディオっていうんですが、ブランド名としてはムーンっていうふうに、はい。称してます。でこちらは1980年にカナダのモントリオールの近くで、創業されたブランドなんですが、これが弊社で、取り扱いを開始したのは2013年なんで、それでももう私どもで、取り扱ってから9年になります。はい。でこちらも設計から生産まで、自社工場で、全て完結しているブランドで、本当に細かいところまで、プリント基板からその基板への細かい部品の実装から、またあとシャーシなんかの金属切削加工もほぼ
自社で完結してる、まあ、なかなかアンプメーカーとしては珍しいんじゃないかなと思うんですよね、うん、そうですね、そのレベルまで社内で、はい、内製化するのはですね、自社の厳しい品質っていうか目標とする品質レベルを、うん、確保するにはやっぱり社内で、作るしかないっていう理念のもとに、うん、創業からずっとこういう作り方をしていると、はい、でこちらのメーカーもアンププレイヤー、ダックフォノイコラザーと、まあ、こちらもアトールよりはかなり価格的にもハイエンドの価格帯に入るんですけど、うん、はい、32モデルほど、生産しておりまして、まあ、この手、規模のブランドとしては非常にモデル数多いんじゃないかなとは思うんですね、うん、はい、まあ、こちらも弊社の方で取り扱っています。で今年のミュンヘン賞で、はい、自社ブランドの小さなミニブックシェルフ型のスピーカーを今回発表してますので、はい、うん、はい、今後そちらの方をさらにこう拡充していくかどうかっていうのも、はい、これからちょっと楽しみなメーカーかなと思ってます、はい、で今複数のブランドについてご説明いただきましたけれども、はい、今年の、ブースでの注目製品はどのブランドのどういった製品になるんでしょうか。はい、今年も、まあ、コロナやロシアの紛争の影響が非常に強く残ってて、はい、ね、はい、まあ、物流にも非常に影響もありましたし、まあ、既存の製品でも生産遅れだとか納期遅れで、お客様には大変迷惑をかけてるんですが、まあ、今年について特にインターナショナル、今回のインターナショナルで大きく新製品という形で発表するモデルは今年は残念ながら用意してません。ただ、まあ、インターナショナルはね、お客様やはりハイエンドのオーディオを非常に聞きたいっていうふうに来られる方が多いんでですね、うん、まあ、昨年もそうだったんですけど、やはりディナウドの最高峰のコンフィデンスシリーズを、うん、中心にお客様にはご視聴いただきたいなと思ってます、はい、まあ、コンフィデンスもね2017年に、フルモデルチェンジして、はい、まあ、今年でも5年になるんですけど、うん、まあ、カタログの最初のページにも載ってるんですけど、はい、ディナウディオ の, いわゆる測定室、はい、まあ、ジュピターって呼んでるんですが、うん、そこの測定室のを使って、開発された最初の、うん、モデルになるんですね、はい、このコンフィデンスが、うん、でこのコンフィデンスの開発で、取得した、まあ、技術だとか、うん、知見がそのままその後のモデルに、まあ、トリクルダウンして、はい、採用されてるっていうことで、やっぱりこのコンフィデンスっていうのがやっぱりディナウディにとっては非常に大きなモデルになります、うん、ですからこのコンフィデンスの後に、イボーグ、はい、そしてエミット、はい、そしてコンタと、はい、全てこのコンフィデンスの知見の入ったものに全部モデルが変わって、はい、新しい、うん、まあ、新世代のディナウディになったっていうモデルになりますんで、うん、まあ、今回もこちらを中心に聞いていただきたいなと思ってます、うん、はい、まあ、あとはそのコンフィデンスをドライブするアンプなんですけど、これも昨年同様先ほど紹介したカナダのシモードムーン、このブランドで、はい、中心でデモしたいなと考えてます、はい、でこれはたまたまなんですけど、この先ほど言ったコンフィデンスの、はい、モデルチェンジがミュンヘン賞で発表になった時、はい、2017年のミュンヘン賞で発表になった時に、はい、その時にディナウドのブースで の, 機材が全部フルムーンシステム、はいはい、だからフルムーンって言うと変ですけど、はい、フルシムオーディオシステムでやられまして、はいはい、まあ、たまたまうちが取り扱ってたのとはね、まあ、たまたま偶然なんですけど、うん、この頃からディナウドはデモンストレーション結構このムーンを組み合わせて使うことが多いんで、はい、うん、まあ、逆にディナウディオとの相性も、まあ、メーカーも認めてるっていうことですの で,、はい、ですね、まあ、こちらで聞いていただくのが一番いいかなということで、うん、今年もその組み合わせで聞いていただきたいなと思ってます、はい、スピーカーのラインナップ、シリーズごとのラインナップっていうのはどのぐらい当日お客様に目にしていただけるんでしょうか。そうですね、一応全シリーズ、はい、まんべんなく持っていこうとは思うんですが、はい、一部、ね、抜けるモデルもあるんですけど、はい、まあ、コンフィデンス、コンタ、イボーグ、エミット、はい、このあたりのモデルは、持っていきたいと思ってます、うん、はい、
試聴会のスケジュールについても、はい、お客様のお声を反映して今年は事前にお知らせをされる予定というふうにお伺いしたんですけれども、そうですね、はい、やっぱり会場に来られるお客様はやっぱり、はい、あれは鳴らさないの、これは鳴らさないの、はい、っていう要望が非常に気になるポイントですよね、多いんで、はい、なかなかお客様の意向に全部添えないんですが、はい、まあ、今回はきちっとこの時間帯にこのモデルで鳴らしますよっていう、はい、ある程度のスケジュールを組んで、はい、後ほどホームページの方でアップしておこうかなとは思ってます、はいはい、で毎年恒例ですけど、まあ、評論家の先生の講演もいくつか入れたいと思ってますんで、はい、そういったのも、まあ、目当てのスピーカー、このスピーカーが来たいっていう時間に合わせて来ていただければいいなと思ってます、はいはい、そうですね、まあ、もしねちょうど聞けなかったら、はい、まあ今ここでインタビューしてる、はい、ここのショールームも、はい、大体のモデルはいつでも聞けますので、はい、また日を改めて聞いていただけてもいいんじゃないかなと思います、はい、そうですね、はい、じゃあまずはそのホームページをご覧いただいて、ぜひトリズブースの方にお越しいただきたいですね、はい、はい、ではアトールとシムオーディオも取り扱いされておりますけれども、そのそれぞれのブランドの今一番注目してほしい製品というとどの製品になりますでしょうか。そうですね、アトールは先ほども言ったように手頃な価格から今非常によく売れてるモデルなんですけど、はい、その中でもやっぱりインテグレーテッドアンプ、うん、イン100がやっぱり非常にやっぱり売れ行きがいいかなっていうところなんで、はい、まあ、まずはこのイン100を、うん、見ていただきたいなと思います、はい、でこちらはオプションでデジタルボードとか炎ボードをオプションで付けられるようなモデルになってますんで、はい、まあ、デジタル系で楽しんでる方、うん、ネットワーク系で楽しんでる方にも非常に使いやすいモデルになってると思います、はい、それとムーンに関しては、はい、まあ、こちらも今回のショーでは一番ハイエンドのセパレートアンプで鳴らすんですけど、はい、まあ、インテグレートアンプも非常にバランスの取れた、うん、モデルですんで、はい、こちらも一押しということで、はい、今後進めていきたいなっていうモデルになってます、はい、じゃあとりあえずはそのディナーディオのスピーカーと組み合わせて視聴もできる。そうですね、まあちょっと時間とのあれもあるんで、はい、どういうふうになるかは、うん、まだはっきりは決めてないんですけど、はい、うん、そのあたりは後ほどのそのそうですねスケジュール表を確認いただければなと思います。はい、はいはい、ではその3つのブランドの気になる今後の展望っていうあたりもお聞かせいただける情報があればぜひお願いします、はい、そうですね、アトールは、まあ、創業の理念である手頃なハイエンドということで、はい、まあ、今後も新しいオーディオファンを増やしていくという形で、はい、品揃えは充実していくと思います、はい、でムーンの方はですね、まあ、先ほども言いましたが自社ブランドのスピーカーを今回発表してますので、はい、今後どういう展開になっていくかっていうのも我々も楽しみにしています、はい、でディナーオーディオですね、肝心のディナーオーディオに関しても、まあ、ディナーオーディオはハイエンドブランドなんですけど、はい、もう 10年ほど前からいわゆるワイヤレススピーカー、うん、まあ、いち早くハイエンド市場に、導入してまして、今年のミュンヘンでも新しいハイファイスピーカー、はい、かなりハイエンドなモデルなんですけど、うん、発表してます、はい、で、まあ、こちらもいわゆる新しいお客様を、はい、とかニーズを開拓していく戦略製品だと思いますので、こちらも私たちも積極的に導入して皆さんに聞いていただければなと思います。もし間に合えば今回のインターナショナルで見るだけでもこの新しいフォーカスを持っていきたいなと思ってるんですけど、あとはディナウドをいつサンプル送ってくれるかっていうところになるんですが、まあ、楽しみにしていただければなと思います。では最後に改めてこの動画をご覧のご来場予定の皆様に前田社長の方からメッセージをお願いいたします。そうですね、まあ、ディナーオーディオのスピーカーの特徴はやはり何時間聞いても疲れないリラックスして聞ける音っていうことですんで、まあ、会場に来たらぜひ、力を抜いてゆったり過ごしていただければなと思います。では皆さん、当日はディナーオーディオさんの、楽しい音楽の時間を過ごしていただければと思います。というわけで今回は株式会社ディナーオーディオジャパン代表取締役の前田さんにお話を伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。
Cause you're my